った？パワーパワフルで練習とは思えないくらい素敵だったわ。かよちん可愛かったにゃん。挑戦と新しい魅力が伝わってきた。よかった、小鳥もやるじゃないの。ありがとう。これもニコちゃんとウミちゃんのおかげだよ。私たちだけじゃありません。プランタンのためにと小鳥も一生懸命アイディアを出して練習したからですよ。うん、ほのかちゃんと花代ちゃんとプランタンで楽しく歌ってダンスをして、それで応援してくれるみんなが喜んでくれたらいいなって考えながら練習してたんだ。つまり私の薫陶が効いたということね。さすがは宇宙ナンバーワンアイドルニコニーだわ。スクールアイドルの心得ですね。ねえねえエリチ、ほのかちゃん、あっちの3人もうまくいったみたいでよかったや。小鳥ちゃんが一人で悩んでた時は心配だったけど、ニコちゃんとウミちゃんがいてくれたから。ユニットを超えて相談に乗ってあげられたのもよかったのかもね。おかげでいい刺激になったみたいだし。でもプランタンがここまでのパフォーマンスを発揮するとなると、私たちもうかうかしてられないわよ。そうですね、負けてはいられません。私たちだってサマーオブラブライブで優勝するためにまだまだ頑張るよ。 SOLL に来てくれるお客さんの視線をミューズで独占するくらいの気持ちで行くわよ。でも私の相談ばっかり乗ってもらってたけど、ビビやリリーホワイトはどうなっているの？心配しなくても、ビビは夏に負けないくらい熱くて華やかなステージにしてみせるわ。私たちもプランタンやビビに劣らぬようリリーホワイトの魅力を磨いています。そのために今は可愛いを探しているんですよ。可愛いを探している？はい、どんなステージになるか楽しみにしていてくださいね。